じゃあ今から本格的な歯の治療に当たりますね。今までは娯楽的な歯の治療だったんですか。あ違いますよ。でも今から本格的にって治療ミスのないように口内のチェックしてたんですよ。こっきまで手抜いてたってことですよね。ひとききの悪いこと言わないでください。え、今から手術ですか手術等まではいかないですけど、痛いですかまあこの施術は痛みを感じる方も多いので、いやだー正気麻酔していこうと思います。あ、するってさっき言ってましたね。痛みを和らげましょうね。正気麻酔って正気に戻るの正気ですかいや、正しいじゃなくて笑うですね。正気麻酔はい。 面白いやつではないですよ。いす笑いの力で痛みを和らげるんですよ。違いますって。ガスを吸ってもらうだけですよ。でも笑いって人それぞれだから笑いあんま関係ないですって。私ちょっとやそっとじゃ笑わないです。全然話聞かんこいつ。色物屋、ね、の左から2番目の観客くらい笑わないですよ。左から2番目は毎回変わるやろ。ネタ中真顔なのに時間切れになってから朗らかな表情になりたいああ、嫌なやつや。笑わされるもんなら笑わせる。だから笑わせたいわけじゃないんですよ。ジャンルは。話聞け。一番難しいやつさせようとさな。あ、喋ったな。一回ちゃんと聞いてください。 長期麻酔ってのは鎮痛作用鎮静作用睡眠作用を持ったガスをあなたに吸ってもらうことで施術中の痛みを和らげるものですよって笑うという漢字が入ってはいますが笑うことは全く関係ないです説明が医者か医者ですわっ